スイッチでゲームを切り替えるタイプの 2-in-1 筐体。2-in-1 筐体とは、1台のゲーム筐体で2種類、あるいはそれ以上の種類のゲームができるようになっている、業務用、ゲーム機器の総称である。ゲームの実装方法によって、以下に分類することができる。1枚のゲーム基板上に、複数のゲームを実装し、プレイヤーによって、どのゲームをやるかを選べるもの1台のゲーム筐体に、 複数のゲーム基盤を接続し、プレイヤーによってどのゲームをやるかを選べるもの一枚のゲーム基盤に複数のゲームソフトを接続し、プレイヤーによってどのゲームをやるかを選べるもの以下にその概要を記す。スペースインベーダーのブーム時代、当時はコンピュータープログラムの著作権が確立していなかったため多くのコピー基盤、あるいはアリューゲームが各社より発売された。その中で、 オリジナルのインベーダーとの差別化を図るために、インベーダーブロック崩し、インベーダー、ヘッドオンなど、1枚のゲーム基板で2種類のゲームを選べる作品が存在した。これがツインワン筐体の元祖であると言える。現存する資料を見る限り、ツインワン筐体の第1号機はデータイーストであると思われるが、裏付けは完全には取れていない。後に同じコンセプトを用いて、 単独で発売するには若干弱いところがあるゲームをまとめて販売した例がある。ゲームの切り替え方法も当初は外部のロータリースイッチを回す。ゲームの選択ボタンがある時期の移動レバーを左か右に動かすとゲームが変わる。コインを入れた後に画面が赤か黒のタイミングでボタンを押すなどメーカーにより様々だった。 1990年代に入って技術が向上すると、コインを入れてから遊びたい、ゲームのアイコンをレバーで選択、ボタンを押すという方式が、作る側にも遊ぶ側にも簡単であるため定着し、近年にインベーダー、ナムコ、コナミ等で出された復刻ゲームは、すべてこの方式である。80年代後期、一部の店舗において、2枚の基板を接続し、 電気的に切り替える装置が使用された。これが現存している 2-in-1 筐体の始まりであると言える。主に最新機種ではないが、比較的人気のある遊べるゲームをこのような形態で運用することがある。現在でもレトロゲームを運用する際によく用いられ、シリーズ作品を同一筐体で運用することが見られる。中には筐体を改造して 5-in-1 を作り上げた。 ゲームセンターも存在する。代わり種としては、セガの大画面筐体であるメガロ50シリーズの一部機種にも、同様の機能が搭載され、複数のゲームを運用することができる。また、風営法が84年に大きく改正され、ゲームセンターが法規制の枠内に入った。その際、店舗面積の1割未満、あるいは1台は規制の対象外とされたため、 喫茶店などの小規模店舗用に一台のゲーム機で複数人が別のゲームを遊べるようにした筐体が開発された。これらは任天堂 VS システム用筐体やバーサスシティを改造し一台で二人が遊べるようにしたものと合わせ講義の 2-in-1 筐体であると言える。データイストのデコカセットシステムから一般化した業務用システム基盤の中には 複数ゲームを運用できるコンセプトで開発されたものがある。その代表的なものが SNK のマルチビデオシステム、いわゆるネオジオの業務用版である。その名の通り、最大6本までのカセットを搭載することができ、ボタンで自由に切り替えることができる。これらは店頭などの小規模ロケーションで重宝され、普及の一途となったとされる。なお、セガの STV ミックスの PGM でもマルチカートが可能なシステム設計がされているが実際の販売はされていない。近年ではウルトラケードやゲームヒストリーなど何百ものゲームがプレイできるエミュレーター基盤が出回っている。これらは独自もしくは PC ベースのハードウェア上で動くゲームエミュレーターによって CD-ROM ハードディスクなどの大容量記憶装置に収められた。 ゲームデータを動かしているものである。中には、著名なアーケードゲームエミュレータである豆を流用したと推定されるものも見受けられ、合法性への疑問も存在する。しかし、海外を中心に人気の形態であり、任意一筐体の新しい形であると言える。ありがとうございます。